ポケモンソード続きからやっていこう。なんか前回の終わり際に、ごま団子にタスキ持たせてるのに、タスキとなんか、ハチマキの効果を勘違いしてた、臭いんだよね、自分が。で、今タスキをちょっと持たせてるんだけど、これを、またやった。取ってない時に、間違えた。取ってない時に探索した結果、気合のハチマキを見つけたんで、こっちにしとこう。確定じゃないの。まあ、防御力がこいつは高いんで、確定じゃないけど、まあ、耐えることがある程度でいいでしょう。さあ、なんかいろんなとこ行けるんだよね。まずこいつからでいいかな。オッケー。はい、さよなら。はい、ラムネレベル50。いきなり結構やられたな。一応回復しとくか。順番も入れ替えちゃおうか。唐揚げかな。ここは何だろう。あ、ロトム自転車乗ってなかった。お、なんだこの隙間は。とととととと、とあー、エンカウントポイントかな。え、ここ広いな。トレーナーかな、あれ。あ、違った。はあ、なんかもらえた。あ、ダイビングだ。へえ。うん、知ってる。なんでこんなとこで海水浴してんだ。寒中水泳だろ、もう。あそこになんかいるな、空手が。あー、その距離から見れるんだ、こっちを。あよりー。あ、ごま団子のレベルアップ。なんかあったりするかな。何、あった、黒帯。持たせると格闘の技の威力が上がる。まあ、ネギマは、危ない。格闘タイプでやるより、急所当てた方がいいから、持たせなくていいかな。なんだここ。あれ？あ、戻ってきたのか。ここ自転車のパワーアップしてもらったとこだね。あ、なんかある。真珠か。あ、ここにもある。さっきのとこがそこでしょ？あの人と戦ったんだっけ？あ、戦ってねえやん。はい、オッケー。次出してー。オッケー。いやー、相打ちかーい。相打ちになるとはな。で、ちょっと思い出したんだけど、グミにあるアイテムを持たせようと思って忘れてたな。グミには、あった。黒いヘドロ。毒タイプのポケモンは HP が回復すると。グミは電気毒なので、持たせてると回復すると。技の威力上げるよ。こういうことをやっといた方がいいかなと思ってね。こっち行ったらさっきの道なんだよね。ここの下は多分タコと会える場所なのかな。まあ、こっちから行くか。タコがいるでしょ。これは前回行った。この人かな。
オッケー。はい、カラグレブラップ。さて、またポケモン入れ替えちゃおっか。忙しいね、グミ。まあこの辺は水地帯だから、水タイプに対して有利なグミが活躍できると。あそこにも人がいるね。あー、なんか引っかかった。マンタインか。飛び出してくる。あー、飛び出すタイミングで自転車が当たりに行ってんだな。ここがさっきの場所の下のとこか。これ何？トレン。降りろ。なんだ？岩雪崩。ひるむことがある。そうだな。だったらさっきの奥に、ここもいるのか。ほら、その距離から見ろ。もう話しかけてやるよ。オーバードライブ。オーバードライブ。はい、レベルアップ。よし。オーバードライブはストリンダーの専用技かつ音響技らしいからな。さっきの人がここで、これ以外に場所がないと。俺はやるぞ。あ、発見されちゃった。はい、オッケー。オーバードライブ、オッケー。さあ、次出しな。はい、ネギマフカヒレレベルアップ。オーバードライブ、オッケー。終わり。さて、ここでもう用はない感じかな。他に行くとこはなさそうなんで、陸地に上がっちゃおう。なんだこれは。 PB マックス。あ、9番道路スパイクの外れ。あ、この人最後かな、トレーナーとしては。おい。あー、前出ちゃったや。オッケー。さて、これなんだ。真珠か。スパイクの外れってことはもうスパイクタウン入れるのかな。うわー、危ねえ。なんだあれ、ジュラルドンのあれか。あ、もうスパイクタウンじゃないこれ。ピントレンズ。急所に当たりやすくなる。なんて書いてある？右がスパイクタウン？こっちか。あれ、なんか事件発生してるっぽい？こっちはこっちでまた道か。ダブルバトルか。今の手元的に問題ないな。これで行っちゃおう。はい、こんにちは。オッケー、終わり。さあ、あと残り1体。はい、こっちも終わり。お、グミレベルアップ。爆音波。音響技だな。凄まじい爆音の破壊力によって周りにいるものを攻撃する。命中100、威力140か。強いね。特殊技ばっかになっちゃうな。ベノムショックが強いんだけどな。まあここでいっかな。はい、オッケー。さて、
何か事件があるっぽいが、なんだあいつは。あの草むらにいたのなんだ。スパイクタウンに入れなくてずっと足止めされてるの。悪タイプのジムリーダーに挑戦できないんだよ。なぜシャッターが閉まってるんだ。ジムバッジをもらえないじゃないか。おっと、お嬢、ちょっとラキア。さっきここにいたの誰？なんだった？お、なんだ。あ、あれだ。さっきの水辺だったタコの進化前だ。なんすかお嬢？あれお嬢？おお、ブルンギルだったわ。あ、普通に入れる。普通に、お嬢？何？私ここの生まれだから、ちょっとした裏口を知ってるの。あんたの町に入りたかったら案内してあげるよ。ただし、あんたはライバルだもの。私に勝てたらの話だけどね。ちょっと待ってください。おっと、見込み違い？うん？準備はするのか。ちょっと煽られたな。そういうことなら回復させてくれ。よし、やろう、お嬢。いいだろ。うわあ、ちょ、なんか来ちゃったよ。あんたも勝ち残ったジムチャレンジャー。前に言ったようにライバルとして尊敬してる。でもね、私もいろいろ背負っとるけん。負けないわけにはいかんとよ。おう、やろうぜ、お嬢。なんか応援団いるけどよ。レパルダスー。さーて、私もパワーアップしたけんね、あんたに全部ぶつけるから。さあ、相手は悪なんだよな。早速使おう、爆音。悪だくみしてきたな。爆音パ。はい、オッケー、ナイス。さすが音響技が強化されてるだけあるな。ナイスパンクロック。ラムネレベルアップ。ズルズキン、一旦フカヒレかますか。フカヒレをレベル50まで上げると進化するからな。ドーピングで進化させてもいいんだけどな。相手が多分格闘入ってたよな、ズルズキンって。んばあ、昼め。あ、昼まないか。あー、ゴーストだから抜群。引っ込めればよかった。何のために出したんだよ。ネギまでいっかなー。悪には格闘。あ、待って、バック。フカヒレを回復させよう。少しでも回復しとけば経験値もらえるからな。ビバル。攻撃はぐーんと。二段階アップか。剣の前で化け物に変えてやろうかな。いれい！混乱解けねえかな。素早さ下げてくるな。オッケー。4段階。怖いな。何でも直し持ってるから使うか。買ったんだよね、なんか買えるようになってたから。これで混乱解けると。オッケー。
素早さ下げてくるの怖いな。もう一回剣の前やって、あ、やる必要なかった。相手が上げてくれたな。ただこの状況やばいぞ。あ、やばい。あー、バカ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 、危ない。何やってんの。攻撃力上がってるから自分に対するダメージもでかくなってんだよな。すごい傷薬ほい。瓦割り痛えな。でもう一回何でも直しかまして、イバルしてくるかな。素早さ最低までいってるし、ほら瓦割り返し。ほら弱点さらに6アップの瓦割りだ。オッケー、レベルがアップアップ。ララララ、ネギマとゴマ団子レベルアップ。ドクロック、まあそのままでいっか。毒悪だよね多分。俺いけ、そのまま瓦割り。そうだった、スピード遅いんだった今。あれもしかしてネギマって打たれ弱い。まあ今一つでもそのままいったな。防御低いのかな。おー、毒の治療、モルペコ。さすが私のライバル、気持ちよく追い込んでくれるじゃん。相手のエース、今電気のはずだな。いや電気悪とか関係ないのかそれは。いやー、イチャモンつけてきたー。終われ、オッケー。はあ、今回のジムのタイプは事前にも知ってるから、ブレイブバード、反動ダメージ受ける技だったな。どうしよっかな。くちばし、空を飛ぶが一旦かかることを考えると、空を飛ぶでいいんじゃないかな。忘れるの、もともと空を飛ぶは技マシンで覚えさせた技だしな。今回の事務戦のキーとなるのはネギマだよな。なんだよ、マリーたちのいいところ全然出せなかったじゃん、もう。かわいい。私のパートナーなのに、モルペクが強いあんたを気にしてるのもなんとなくわかるよ。でもね、私スパイクタウンのみんなを喜ばせるんだから。忘れんで、もう一度、あんたと戦うため、絶対純バッジ8個集めるけん。チャンピオンカップでリベンジやけん。じゃあ約束、私についてきてよ。そんなことよりブティックに案内してほしい。スパイクタウンに入りましょう。入ったな。スパイクタウンすごいな。一個の街なのに路地裏感すごいぞ。まずポケセンだな。さて、こっちがシャッター閉まってんだよね。右に行けばいいのか？ん？なんだこれ。あー、お嬢とのイベントになっちゃった。シャッター閉めとったら誰も挑戦できんのに。どうなっとるんか調べんと。あんた余り物だけどこれあげるから、あとはよろしく。余り物。ネズのリーグカード。おい、スパイクタウンにようこそ！ジムチャレンジの始まりだぜ！ジムチャレンジに挑むなら試合のユニフォームに着替えな。
嘘だ嘘だマジか。ジムリーダーだったらよ、まっすぐ行けば会えるぜ。え、もうジムチャレンジ始まんの？マジか。じゃあリーグカード見ますか。ネズ。スパイクタウンにはダイマックスをするためのパワースポットがなかったため、ファンもあまり訪れず、街がつ、錆びれていくことに責任を感じている。錆びれ？廃れていくかな。試合になると高ぶっていろいろネタズレをするが、それでも勝つ強さを持つ。シンガーソングライターとしての評価も高く、本人も音楽を極めたいと、極めたいこともあり、妹がジムリーダーになればいいのにと考えている。ですね。妹、お嬢なんだよな。お兄さんにちょっと挨拶しに行かなきゃ。結婚のご挨拶を。ジムチャレンジャーさんよ、お前はここを通りたいんだろ？だがな、俺は通したくない。つまりだ、通りたいお前と通したくない俺との勝負だ。どういうことだ、ふざけんな。これでも暗いな。口ほどにもないな。電線の気がするが、お前は通したくない。そのためわざわざ建物の隙間に挟まって待っていたのに。負けてしまったから、負けてしまってる意味がないぜ。挟まってたの？まあいい、負けた。俺は立ち去る。お前は好きに通ればいいさ。あ、後ろの人は帰ってくんだ。ダイマックスないってことだよね。さっきのリーグカードの説明的に。そんな街があるんだ。通れるかな？あ、通れるんだ。お前、光の壁ってポケモンの技知ってるかよ。はあ、バリアード。いたー！ん？話が止まったぞ、急に、あいつら。そういうこと？おやおや、ジムチャレンジャーのお通りだよ。だけどね、エルダンの縄張りをさ、黙って通り抜けるのはないよね。パンクロックディストーション。よし、オッケー。とんだ挨拶があったもんだよ。お前らだよ。あたいのポケモンたちもあんたらの強さにメロメロだよ。ほら、通してやっからさ、ネオン看板でも見てなよ。え？あ、バリ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 どっか行っちゃう。お、ゴー。あれは読めるぞ。この世界の文字でもあれはゴーって読めるぞ。何しようとしたんだっけ。あ、そうだ、ドーピングしようとしたんだ。ちょっとね、もうフカヒレドーピングしとこう。2個、あと1個食わせたらさすがにまずいかな。49あたりまでドーピングしときたいんだけど、もう1個食わせて大丈夫かな。 OK、 これでいいだろう。上にいるな。意味なくエールだ。おお、え、大丈夫か。大丈夫じゃないな。大丈夫か、本当にびっくりしたか。俺も着地のショックで足が痛くてびっくりしてる。このままじっとしていると痛くて泣きそうだから勝負。え、左の彼も大丈夫か。ハザードパンクロック。はい、グミレベルアップ。グミが強い。確かに負けたけどよ、痛いのをこらえて頑張ったんだ。そこは評価してくれよな。よし、痛みをこらえて普通に退散してやるぞ。あとで病院行きな。なんだこれ、元気の塊。サービスがいいね。次は何がある。進むと多分仕掛けが。本当に一本道だな。あれ、バリバリくんだ。バリバリくん、いけないよ。そろそろポケモンの HP とかきついだろう。なんか来た。アクロバティックに来た。アイドルに憧れてひたすら練習したバク転。驚いたでしょ。驚きなさい。
驚いてる、間にこそっとこそこそっと勝っちゃうんだから。はい、ドーン、終わり。練習が必要だったらバク転じゃなくてポケモン勝負だったよね。教えてくれてありがとう。あなたのこと応援するわ。なんだこいつら。はい、バリバリ君退散して。爆音波強すぎね。倉庫だな。人出てきそうだな。いや、ここに入んのか。こっちか。いたー、主人公見えない。よし。え、なんだこれ、攻撃。あれ、なんか服装違くね。うわー、変装が間に合わない。そうです、エルダンの正体はスパイクタウンのジムトレーナーさ。あ、なんか違うわ、服着てねえ。オッケー、片方終わり。あ、ネギマレベルアップした。連打しすぎた。あ、オッケー、ネギマ活躍してねー。知らないぜ、次ジムリーダーだぜ。めちゃくちゃ強いんだぜ。エルダンの正体バレバレだったし、変装が間に合わなかったの怒られないよな。じゃあね。へえ。あーららららら、らお嬢がいるですね。シェイカラシカー、ちょっと方言。うわ、ラキア。ごめん。スパイクタウンの連中ったら、シャッターを閉めていたのは、私のためだっていうの。スパイクタウンも錆びれるばかり。ジムリーダーのネズさんは、大丈夫しか言わないし。だから、エルダーに変装して、ジムチャレンジャーみんなの邪魔をしていたんです。他のジムチャレンジャーがジムに来れないようにしておけば、お嬢だけが、お嬢、やっぱお嬢と呼ばれてんじゃねえか。勝ち上がってチャンピオンカップに進めやる。そうすりゃあたしらのお嬢が新チャンピオンになれやる。ふざけてお嬢と呼んでたんだけどな。可能性が高まるってわけ。はあ、そんなの全然応援じゃないし。ラキア、ジム挑戦の手続きとか今更しなくていいから、ジムリーダーに挑んで。うわあ、普通の街って感じだな。スタジアムがないね。じゃあお嬢行ってくる。ちょっとお兄さんにご挨拶に行ってくるわ。お兄さんいるか。すげえしましまだな。ジグザグマとかだな、見た目的にも。このしましま感が。盛り上がってるとこ悪いけど、さっさとジムバトルしようぜ。はあ、やっと来てくれましたか。俺、ほんとダメなやつだからさ。だから誰も来ないんだ。そんな思いが強かったね。俺、いい耳してるから、シャッターのこと聞こえてたんだけど、一人でいる時間は心が泣きそうになるんだよね。ダイマックスが使えないジムスタジアムだからさ、スタジアムなんだ一応これ。シンプルな戦いでなるんだけど、ちょっとは楽しんでほしいよね。エレズンがいる。さあやろうや、ネズくん。俺はスパイクタウンジムリーダー、アークタイプポケモンの天才、人呼んで何、哀愁のネズ。負けると分かっていても、挑む愚かなお前のために、ウキウキな仲間と共に、行くぜ!スパイクタウン!ネズ!ジムリーダー、ネズが勝負を仕掛けてきた。スルズッキーン。さあ、グミ、お前の独壇場だ。みんなも名前呼んでくれ!行くぜ!スルズッキーン!威嚇だ!今のかっこいいね。音波音波音波。
防音でも持ってこいや。あ、停滞しっぺ返しが。ヘドロ効果。スピードでは勝ってるんで、そのまま押し切ろう。オーバードライブ。よっしゃ、ジム終わる頃には進化するんじゃないか、フカヒレ。え、なに、カラマネロ。あー、イカか。相性アム、特殊性アムノジャク。カラマネロ、ひねくれちゃえよ。いちいち説明してくるんだな。アマノジャクってなんだっけ。特性アマノジャクは、ステータス変化を逆にするんだっけか。まあそんなの関係ないね。最高かった。いてててててて、効果抜群。くそネギマか。ネギマでいいのか。いや、ネギマでいこう。あ、あのネオン闇ラミだ。剣の舞。天の弱って自分に対する効果だけだよな。最高かった。いやー、ダメだ、格闘も効果抜群なんだった。エスパー、悪エスパーなのか。あ、なら連続斬り。オッケー、エスパーには虫。あー、グミ回復したいが、タッチフサグマか。ゴマ団子一回かますか。ちょっと回復させてやりてえな。もうエースだよな。メンバー紹介。こう、甲高いうなり声が自慢のタッチフサグマ。いや、エースじゃねえ、一体残ってんな。エースじゃねえのか。グミ回復。ブロッキング決まってない。さらに回復挟もう。60?120? こっちだな。すごい傷薬。カウンター攻撃してないんで決まらない。さらにもう一度回復。ネギマだ次は。とっておきのナンバーだよ。お前にみんなに自慢してくれよな。地獄好き。いや、なんだ今の。目に悪いぞ。自信したろ。ブロッキング攻撃を無効にすんのか。あー、守りの耐性か。カウンターブロック技か。いやお。全然効いてねえな。ニトロチャージ。カウンターかな。おい、読み通り。原子の力。与えれるだけ与えて、引こう。カウンター。よし、決まるね。特殊技か。地獄好き。おら。よし、ここで、パンクロッカーに出番を変えよう。ロッキング。相手の行動が守り側の姿勢なんだよな。
音波音波音波バック音波ディストーション OK。 グミゴマ団子レベルアップ、順調にフカヒレも、あ、ラムネもレベルアップしてた。フカヒレもレベル上がりそうだな。スカタンク、マジか。これがネズにはアンコールはないのだ。歌も技もポケモンも尺ぴったりだったな今の。みんな匂うからいいよな。冬打ち毒毒、冬打ち毒毒のスカタンク、マジか。二つ技言ったぞ。爆音波ボーンじゃねえだろ、ディストーション。うおー嫌な音。さあ食らえや、踊り狂え。あ、不意打ちだとずるいぞ、耐えろ。オーバードライブ、オッケー。なかなか苦戦したぞ。楽しい。あー、レベル上がらねー。いい戦いだったぜ、ネズの人。ネズの人ってなんだ。お兄さん、俺もメンバーも出し切りましたよ。またいつか会いましょう。ちょいちょいちょっと丁寧なんだよ言葉が。もう少し吹っ切れていいと思うんだけどな。君と戦えてよかったね。俺のポケモンたちはそう感じているみたいですよ。悪の新バッジ、悪バッジですよ。はい、ナイス、ファイト。はい、オッケー。ドラゴンがでかいのか。そんな悲しむなよ。レベル55までのポケモンを捕まえられるようになったと。あと、ユニフォームも。ライブをしていたら物販で売りたいんですけどね。アクセットを手に入れた。次は妹のマリーが挑戦に来るんだよね、きっと。もう来てるよ。ちょっと感動したな。見ていましたか、妹よ。負けては何も教えられないね。兄貴のポケモン勝負を見て戦い方を学んだんだけど。そうだったか。そうだマリー、お前に言っておくことがあります。スパイクタウンジムリーダーをお前に譲りたいのです。うん、知ってる。兄貴が今回の大会で引退するつもりだって。意地でもダイマックスを使わずよくやってきたんじゃない？そんな兄貴が好きだけど、返事はノーかな。だって私、チャンピオンになるけん。なんだこの顔、かわいい。ちょっと、ネズサムネ、いや、サムネはネズですね。チャンピオンになるけん、ジムリーダーできんよ。そうですね。ではチャンピオンになれるか、兄貴が確かめるとするよ。ラキア、ポケモンに素敵な、ごめんなさい、間違えた。兄貴に素敵なポケモン勝負ありがとうね。ポケモン呼ばわりしてしまった、お兄さんを。次は私の番。ちょっと外に出ててね。見せてくんないんだね。ネズさんに勝ったのかよ。ほら、記念の技マシンだ。バックアウト。これも音響技だね。あ、何？シャッター開いた？おい、9番道路が大変だ。チャンピオンが来たぐらいだぜ。え？何？お、君、ネズに勝ったんだろ。手伝いに行った方がいい。ほら、案内してあげるよ。え？何？9番道路？あ？なんだ？どうした、ダンデ？来てくれたサンキューだが、謎の塔は俺に任せてくれ。言っただろ。君たちはジムチャレンジを勝ち進むんだ。残るはドラゴンタイプのジムリーダー、キバナだな。キバナは強いぜ。俺がライバルと認める男だ。おっと、話し込むのは後だ。まずはトラブルを片付けるぜ。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。ああ。何、ジュラルドンで回れてるか？トンネルの先だな。今一度チャンピオンタイムだ。このまっすぐなトンネルで迷うんだろうな。こっちから出てくるんだろうな。
というわけで今回はこの辺りで終わろう。次回騎馬の戦になるのかな。まあ多分なると思うんで騎馬の戦期待。それではまた次回、バイバーイ。